回はコペンの恐怖体験参戦。今日は、2023年の8月10日、沖縄県の気温は今32度。沖縄県は3日前まで、台風6号がすごくて、1週間ぐらいちょっと、被害があったんですけど、まあ、3日前ぐらいに、台風が過ぎ去ったんですけど、その被害が甚大で、特にこう電線がぶちぶち切れたっていうので、僕が通ってる、キックボクシングジムでもエアコンが使えない状態、電線が切れて、でエアコンって強い電圧を使うので、その強い電圧のエアコンが稼働しない、起動しないっていうことでめちゃくちゃ暑かったです。で、電気屋さんに電話して修理を頼んだところ1400番待ちって言われて、俺途方に暮れてたんですけど、まあそんな感じで、沖縄県は、今日すごく快晴で、何の変哲もない、気持ちのいい青空っていう感じなんですけど、まあ、ちょっと台風6号の被害の復旧が、大変な、沖縄県です。で、今日のテーマは、コペンの恐怖体験参戦ということで、今日の2023年の8月なんですけど、この車を10月に買ってるので、もう2年ですね、今年車検なんですけど、かれこれもう2年、丸2年、現在は、1年と10ヶ月乗ったことになります。でこの1年10ヶ月で、恐怖体験参戦ということで、まず1つ目はやっぱり、オープン時の信号待ち。今こうやってすごく、オープンなんですけど、オープンなんでこう無防備なので信号待ちがものすごく、怖いです。特に、信号待ちしてる時の歩道側が怖いですね。歩道側になんか変な人がいたらすごく怖い。防御力がないのでめっちゃ怖いですね。特に僕が、怖いなと思ったのは、軍人さん。僕は、アメリカンビレッジっていう、アメリカ人がすごく多い、ところに、まあ、結構毎日のようにサウナに入りに行くんですけど、まあ、その時に、軍人さんが、まあ、5、6人とかでもう酔って道を歩いてる軍人さんが、軍人さんが歩いてて、僕がこの車でオープンで信号待ちしてるときはこうなんか声かけられたりとかするので、それはすごい怖いですね。なんか酔ってるのでもう何されるか分かんないみたいな、恐怖は感じます。そして2つ目はやっぱこれまた、オープンで無防備だからっていうところなんですけど、まあ、上からの落下物ですね。特に、前にちょっと僕が、ホテル1階がコンビニで、上がホテルの、動画を上げてショートなんですけど、それ結構バズってて再生回数すごいいってるんですけど、はい、本当そういう場所でこう落下物来たらもうもろに当たってやばいよねっていう恐怖はすごく感じます。飛行機とかも真上を通ると怖いですね。まあ飛行機からの落下物に関して言えば、まあ、ここが空いてようが、屋根があろうがこの道こう直撃したら やばいんでしょうけど、でもなんか精神的に気持ち的にやっぱこう空いてる方がなんかすごい怖く感じます。で、まあ、落下物といえば鳥の糞は、まあ、命に関わるようなことはないんですけど、まあ落ちてきたら嫌だなっていう風に思う
思うんですけど、この2年間で結構もうオープンで走ってますけど、鳥の糞が落ちてきたことは一度もありません。あ、ちなみに何かの落下物とかも、落下物だったりこう飛散物、強風時の飛散物とかが何かが飛んできたっていうことは一度もありません、そして、3つ目はこれ結構あるんですけど、後ろからもうでっかいトラック、今もちょっとそこにいるんですけど、ものすごいでかいトラックが後ろに来た時は恐怖を感じます、はい、もし後ろの車が、不注意だったり居眠りだったりで、突っ込まれたらもう確実に行っちゃうんで、そういう恐怖はものすごい感じますね。まあ、ちなみになんですけど、僕の嫁のお友達、嫁の、友達、ママ友の友達、まあ、友達の嫁の友達の友達なので、まあ、遠い人なんですけど、ポペに乗っていて、で信号待ちしてる時に後ろにでっかいトラックがついて、で信号が、青になって、行こうとしたらそのトラックに、後ろから突っ込まれたっていう経験を持ってる人がいるそうです。で多分その大型のトラックは信号待ちの状態で、もう見えなくなってるんで、コペがちっちゃすぎて、トラックの運転席高いので、高いところで信号待ちして前にコペンが いるのが分かんなくて見えなくなって、コペンの存在を忘れてそのまま発進したらコペンに衝突してしまったっていう、事故を、もらったことがあるそうです。まあ、そういう話を聞くと、まあ、より怖いですよね。なので僕は、後ろに大型トラックとかが来た時は結構車線を変更してしたりとか、なんかそういう対策はするようにしてます。まあ、特に高速とか結構、流れのいい大きい道路とかで、まあ、後ろに大型のトラクターが来た時は、まあ、結構恐怖を感じるので、まあ、そういう時は本当譲ったり、車線変更したりしてかわすようにしています。これが、コペンの恐怖体験3選ですね。あとキャンピングカー、このキャンコペチャンネルで、キャンピングカー恐怖に駆られる3選っていう動画もすごい、再生されているので、そちらの方も興味があれば、ご覧ください。